日ちょっとまとめたんだけど何したかなって。でも結論として何もしていなかったっていう、びっくりだよね。6時間ぐらいやってたのに何にもしてなかったわ。おいしょ。昨日はですね、いやマジでこれ衝撃なんだけど、何をしてたかっていうとですね、まず海に行きましたね。うん、海に行って何があったかをね、海に行ってですね、幹事が大変なことになったりとか、花火大会見に行って、なんとこれを忘れちゃならない記念すべき日になりました、知恵と付き合いました。これで完全に浮かれて、昨日ね配信終わった直後からね、夜の12時ぐらいまで0時ぐらいまで気を失って寝てた。達成感でスーンっつってホーッって寝てましたね。そしてですね、その次の日ぐらいかな、次の日ぐらいにスバルはですね、また新たなねコミを上げるべく別の女と遊んでました。まあでもこれはしょうがない、これは強くなるためにはしょうがなかったんですね。そしてですね、知恵と一悶着って言い方もあれですけど、いい感じになった後にですね、花村のコミュがレベル8に上がって胸を犯しましたね。俺涙腺ぶっ壊れちゃった。これ花村史上一番の名言。選択肢胸を犯す、頭を撫でる、そっとする。スバルは胸を犯すを選んだという。花村ともちょっと関係を進めて、でしばらくすると学校がね9月1日始まったんですけど、学校に行くとですね、なんとですね、なんと学校にニューキャラクターナオトくんがですね1年生として入学していると。これ何かっていうと、一応事件は解決したんだけど、やっぱりナオトくんなりにあんまり納得いかない点も多くて、家庭の事情もあるからこっちにいることにしました。ナオトくんの家は代々その警察に、協力する探偵の家系らしくて、今のね警察の調査はいろんな知識がいるから、その知識を補うために日々勉強しているという話でしたね。まあちなみにナオトくんは警察側からは結構正論パンチマンとしてうざがられてるっていう情報を堂島さんが昨日言ってました。だからちょっとナオトくんねかわいそうな感じですね。あーナオトかわいそうだなーって思ったら、その後修学旅行のイベントがあって、修学旅行行って王様ゲームして昨日は終わりました。いやマジで昨日の内容マジでこれなんだよ。え、そうだよね、昨日見てくれたみんなマジで昨日こうだったよね。なんか遊んでたらね終わったんだよね昨日。これ間違いじゃないよね別に。王様ゲームしてハメを外していたら6時間が終わるという衝撃の事態でしたね。はい、ということで、あのさ何してくれてんのってしょうがないじゃないか、これが全てだったんだもん昨日の。ということで今日はこの修学旅行から帰ってきたところから始まります。すごいよねマジで、帰ってきたところから始まるから。何も成長しなかった昨日は。スバルは成長しなかったけど、コミは成長したから。さあ今からねスバルはね全員を彼女にする、全員を彼女にするために頑張るぞ。さらにさらなる高みを目指していく。